鉄道駅における貨物上屋の例撮影陣は別目的で使用。貨物上屋は鉄道駅や空港、港などに設置され、貨物の荷さばき、積み下ろし、保管などに使用される建物である。単に上屋ということもある。倉庫との大きな違いは壁がないか一部の側にだけ設けられていて、大半の場合は開放構造になっているほか、 柱と屋根だけの建物になっていることである。鉄道駅では、貨物ウアは、貨物ホーム上や、駅の脇に設置される。貨物ホームウアとも言う。貨物ウアの構造は、ホーム側の側面は、開放型である。反対側の側面は壁になっているが、荷物の搬入等のために、壁の一部が解放されているか、あるいは扉になっているものもある。 貨物上屋には様々な形態があるので、壁がない貨物上屋や貨物上屋の一部が倉庫になっているものもある。空港においては滑走路や駐機場の脇に設置されて、主に地上の輸送手段と航空機との間のに裁き、取り回し作業を行うために用いられている。一般に航空コンテナは空気抵抗を減らすなどの理由で丸く複雑な形になっている。 航空機の特殊な形状に合わせて、機種ごとに製造され、また自長と容積を減らす要求が強いことなどから、強度が低いといった問題があり、地上輸送と航空輸送の間を航空コンテナで一貫、輸送するということは少ない。このことから、地上の輸送手段から航空コンテナへ、またはその逆の荷物の詰め替え作業が、倉庫、または上屋において行われている。 港湾では、岸壁の高配地に設けられて、やはり地上の輸送手段と船舶との間のに裁き、取り回し作業に用いられている。航空機とは異なり、船舶用の海上コンテナは、地上の交通手段であるトラックや鉄道で一貫、輸送されることが一般的である。このため、コンテナ化が進行した現代では上屋における作業が行われることはあまりなく、 港には、岸壁とコンテナ扱いのクレーン、コンテナの保管場ばかりが目立つということになっている。在来型の貨物船で運ばれる貨物や、コンテナでも港において、複数の荷主の貨物を一つのコンテナに詰め合わせて輸送する場合などでは、上屋での作業を伴うことがある。輸送形態により、 荷主から船へ貨物を直送したり、一旦港の倉庫で保管したりするため、陸上輸送や保管、船積みに関する費用や責任を誰が担当するかは、様々である。そのパターンに応じて、名前が付けられており、例えば、本泉自家配合うわや受けプロンダシという形態では、貨物うわまで貨物を運び込む責任が荷主、または、荷主から依頼された。 陸上輸送業者にあり、上屋から船積みに関する責任は、船会社、または船会社から依頼された、港湾に役業者にある。上屋内部での管理責任が誰にあるかはさらに、細分されている。このように上屋は、海陸一貫輸送業務における、責任分解点となることもある。外国貨物を扱う貨物上屋の多くは、関税法に基づく、 保税地域の一種である、保税増地上の許可を受けている。上屋の漢字表記は、上屋と上屋の二つがある、工事絵により、鉄道施設がわかる本では、貨物ホーム上屋と表記されている。シーナリガイドより、従前の保税上屋と保税倉庫の制度を1994年に統合したもの。ありがとうございます。